ポリバーンのふもとの駅のエントランス車両は、ふもとの駅を出発した後、セイラーグレイブンを横切る立橋を通過する、ループ上駅に到着する前の車両上駅のエントランスポリバーンまたは UBS ポリバーンは、スイス、チューリッヒ市の中心部を走るケーブルカーである。以前の名称は SBG ポリバーンやチューリッヒベルク鉄道である。鉄道は、 銀行グループ UBS AG が所有しており、中ヒ市交通局が代理して運営している。鉄道は、中立ヒセントラルイコールホクスチューレンから出発し、中立ヒ工科大学のテラスまで乗客を運ぶ。これは以前、エイジェナシシャスパリーテクニカムと呼ばれており、鉄道はこの名前にちなんでいる。ポリバーンは、中ヒ市の二つのケーブルカーの一つである。もう一つは、 市北部のリギブリックケーブルカーである。さらに、ドルダーバーンも1970年代にラック式鉄道に転換するまでケーブルカーだった。1886年に鉄道が承認され、鉄道は1889年にチューリッヒベルク鉄道によって開通した。ケーブルカーは水運転が実施された。鉄道は1897年に電化された。 1950年には、チューリッヒベルク鉄道が赤字となり、結局1970年代には、引き続き承認を得ないことを決定した。1972年には、事業団が鉄道を支援するために設立された。その後、1976年には、ドイツ語で、シュワイズリシュバンクイーザルシャフトや、SBG として知られる、スイス連合銀行が、 sbg ポリバーンとブランド化し、ポリバーンを救った。線路と車両は20年前に改装された。1996年には完全に再建された。機械が交換され、3本のレールは完全に自動化された2本のレールと取り替えられた。1996年10月21日に鉄道は営業を再開し、 銀行グループ UBS で1998年に再度ブランド化された。現在は UBS ポリバーンとして広告される。1998年には乗客が200万人を超え新記録を達成した。下記は路線のデータである。料金は中立市のゾーン中を走る鉄道と同様。ありがとうございます。